ベルムは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブリュック軍の町村である。ベルムは、オスナブリュック市の衛星都市として、オスナブリュック大都市圏に属す。ベルムはビーエン山地の南の市ア役沿いのオスナブリュッカー、ラント、およびオスナブリュック丘陵,陵北部に位置している。自然、ジオパークテッタ、ビーイタの中央にあたる。ハーゼ川支流のネッテ川とベルマーバッハ川が、 流れている。この地域全体が地質学的に興味深い土地である。ここでは三上期から新大山期までの極めて多様な地質自体が比較的狭い地域で観察できる。長域北部が属するエン山地部分ではシュバルツクライデ層が見られるが、ベルム地区やハルテルン地区ではドロハイ岩層が見られる。その間の地域は、例えばガットベルクのように、 ザー,アーレ表記の迷子意志で知られている。ベルムの気候は温帯に属し、北海海岸の海洋性気候と南から東にかけての大陸性気候との移行部にあたる。しかし、メキシコ安流による大西洋の影響は、ユーラシア大陸の影響よりも大きい。これは、例えば、ハノーファーやベルリンと比較して、冬は通常それほど、寒くなく、夏はそれほど、 熱くないということを意味している。西風が支配的で、この風が定期的に湿気をもたらす。ベルムは、北はブラームシェ、東はオスターカッペルン、南東はビッセンドルフ、南西から、西は軍独立市のオスナブリュック、北西はバレンホルストと境を接している。自治体の構成自治体としてのベルムは、以下の地区で構成されている、ベルム、カー。 カルテルン、フェールテ。ベルムこの町の町名にもなっている、現在の中心地区であるベルム地区は、ベルムとポーベが融合してできている。この地区は、町内で最も人口の多い地区であり、町役場、学校、スポーツセンター、オフィス、ショッピングセンター、工業、手工業企業が存在する、文字通り町の中心地である。この地区は、 北東から南西に走る連邦道 B51 号線によって二つに分けられる。北側には工業企業やショッピングセンターがあり、南側は文化施設や社会施設、小さなオフィスやレストランが点在する住宅地である。町役場前のマルクト広場は毎年夏に8週間にわたって行われるベルムの文化の夏の開催地であり、木曜日ごとに 州の州が開かれる。イッカーイッカーロッホイッカーは、オスナブリュッカーラントに位置する地区である。この地区は1411年以来、合わせて3回起こった土地のロート上陥没で知られている。1回目の陥没は1411年に起こった。2度目の陥没、イッカーコルクは、1564年から1864年まで存在し、その後ろ姿を消した。 三度目の陥没は1782年4月22日に起こった。大きな地鳴りと同時に起こったつむじ風や地中の激しい嵐がこの陥没の前兆であった。夕方頃には直径約15メートルのイッカーロッホが出現した。その2週間後には穴の大きさはほぼ倍に広がった。イッカーロッホは現在も存在しており直径は 約20から25メートルある。言い伝えによれば、深さは40メートルあり、馬車が沈んでいるという。ニーダーザクセン警察の潜水府は2012年に、盗まれた金庫が沈められたことに関する調査を行い、水深が2.2メートルであると結論付けた。イッカーロッフォは、かつてのイッカーコルクの近くにあるが、実際には、イッカー地区ではなく、 その境界線から数メートルだけ西のバレンホルスト地区に入った場所にある。フェールテ巨石遺跡、悪魔のパンやキヨベルムのフェールテ地区は、オスナブリックの北東約12キロメートル、ベルムの北約6.5キロメートルの森に覆われたビーエン山地の南斜面に位置する。この集落は、この地域の他の多くの集落とは異なり、ロソンではない。フェールテ駅は、集落の外側、 海抜127メートルに位置する。フェールテはベルムで最も広い面積を占めている。この地区の北東はシュバクストルフ、北西はフェンネと境を接している。西はベルムのイッカー地区、東はハルテルン地区、南はポーベ地区である。19世紀に建設され1955年に取り壊されたアストルプ城を含む旧アストルプ小園もフェールテに、 含まれる。この地区の住民の多くは、フェールテノルトに住んでいる。ここは、主に第二次世界大戦後に、東のビテキンツベーク、西のベルク通り沿いに建設された、住宅地である。BN 山地広域遊歩道、ビテキンツベーク、ディーバウォーク、巨石文化街道がここを通り、ベルムの街境を越えてゆく。フェールテは、地質学的に興味深い土地である。 この集落内で様々な地質学的痕跡が観察できる。新石器時代には多くの巨石墓が作られた。現在も点在している迷子石で作られたトイフェルバックトロークやトイフェルバックオーフェンといったフェールテ近郊の巨石墓やガットベルクのシュタイネルネスメアにあるジュンテルシュタインやブッターシュタインのようなメンヒルがあるが、これはこの地域に多く見られるザーレ氷河の残詞である。 この他に、バイヒゼル換気の痕跡であるオードが、窪地に見られる。シュバルツクライデグルーベは、自然文化財である。これは、数百万年前の筆で形成されており、20世紀になるまで採掘され、輸出されていた。シュバルツクライデは、非石炭製オイルシェールである。フェールテとイッカーは、ネッテ側の両岸にあたる。ハルテルンベリンゲン、ハルテルンとビリンゲンは、 最も小さな地区であり、町内の東部に位置している。興味深い見どころがハルテルンのスループシュタインである。ベルムとビッセンドルフ町境に接するベリンゲンには、オスナブリュッカーゴルフクラブの18ホールのゴルフコースがある。考古学的出土品は、5000年にわたる長い入植の歴史を物語っている。新石器時代の中部及び北部巨石文化の構造物。 ゲルマン人の器、は、ローマ帝国のコイン、カロリング時代のビドキントとその妻ゲイファーの歴史、ガウトレクビチに属したベルムの歴史などが、町内にその痕跡を止めている。カール大帝以降の時代のベルム本来の歴史は、840年頃のベルムの水車建設を行使とする。現在のベルムの町域は、旧世紀に設けられた古いベルム教会区の大部分にあたる。この教会区には、 ノーソン・イッカー、フェールテ、ポーベ、ハルテルンと、ベリンゲンさらにグレーテシュ、ダールム、デュストリンゲンが含まれた。ここから11世紀に、マルク共同体のハルテルン・ベリンゲン、フェールテ・ポーベ、イッカー、ダールム・グレーテシュ・リュストリンゲンが成立した。後期ロマネスク様式のカトリック教会、セイディオ・ニシウス教会ベルム集落は12世紀末に、ベリフェムという表記で、 初めて文献に記録されている。その後、ビレイム、ベラムと変遷し、最終的に、ベルムとなった。1853年に、上記のマルク共同体は、ザムトゲマインでベルムとして合併した。ベルムとポーベは1968年に統合された。1972年の地域再編に伴って、それまでのベルム、ハルテルン、イッカー、ポーベ、フェールテが合併して、 現在のベルムの長域が形成された。ベルム中心に立つ歴史上の中心点はロマネスク様式からゴシック様式への移行期の建築様式で建設されたカトリックのセーディオニシウス教会である。現在の水車は1899年に建設された。ベスト・ファーレン条約の締結は住民の約90%がプロテスタントであったにもかかわらず、 1624年から存続している教区の修士がカトリックに止まったことに決定的な影響を及ぼした。ヘトマール教区は当時カトリックの信仰を公言していた。プロテスタント信者は1812年になってやっとナポレオン一世による教会建設許可をモスクワから受け取った。二千一年八月六日、会1、会二の竜巻が街の中心部を 長さ6キロメートル、幅5 0ルの帯状に削り取っていった。この被害総額は500万マルク以上に及ぶ。1968年にベルムとポーベが合併した。1972年7月1日にハルテルン、イッカー、フェールテが合併した。数値はベルム町及びニーダーザク編集統計及びコミュニケーション技術局の報告に基づく。 ベルムの町議会は26議席で構成されている。投票権を有する議長として町長がこれに加わる。2013年9月22日の直接選挙で、ビクター・ヘルメラーは67.54%の支持票を獲得して当選した。この選挙の投票率は69.15%であった。任期は2013年11月1日からであった。 銀色の背景は、ジュンケルシュタインの灰色を表現しており、黒い十字はこの岩に刻まれた垂直と水平の溝を表すと同時に、何世紀にもわたって、漁師となっていたオスナブリュック司教を示している。赤い自在張りは、かつてベルムに住んでいた土地漁師を表している。さらに銀と黒の配色は、オスナブリュック死を、赤と黒の配色は、オスナブリュック司教領を象徴している。 ベルム町はドイツ国内一自治体、国外二自治体と姉妹自治体関係にある。この町は2004年9月14日からエルツ山地のエルターライン市と公式な姉妹自治体関係にある。この友好関係は1950年代の最初の交流に基づいている。2番目の姉妹自治体協定は2006年5月26日にポーランドのコルノとの間で結ばれた。 コルノはバルミア・マズーリ県のウルシュティン郡に位置している。3番目の姉妹都市協定は2007年7月26日にコロラド州エングルートとの間で締結された。エングルートはデンバーの南に位置する衛星都市である。ベルムの水車一連のイベントシリーズはベルムの文化の夏と呼ばれている。7月の第一金曜日から8月の 最終金曜日まで多彩な音楽プログラムドラウセンウントウムゾンストが行われる。2010年以降のベルムの夏の夜の共催パートナーがレストランレ魂コンで、ここでは夏の期間中不定期にレ魂コンの音楽の夕べとしてやはり広いジャンルの音楽プログラムが演奏されている。この他のイベントとしては毎年4月30日から5月1日に行われる ベルムの消防祭がある。この祭りでは大規模な5月の舞踏会が開かれる。9月の第2日曜日にモーターイコールスポーツフェールテはオーラリーを開催している。このイベントには周辺地域から見物する価値のある歴史的な自動車が参加する。10月の第2週末は100年以上も前からベルムの協会祭の日となっている。9月の第1週末には ベルム企業フォーラムが産業省を伴う9月祭を開催する。ベルムのクリスマスマーケットは伝統的に第1アドベントの週末に古い街の中心部で開催される。第2アドベントの週末にはベルム音楽団がクリスマスコンサートを開く。連邦道 B51 号線と B65 号線の共通区間が町内を北東から南西に横切っている。 町境からオスナブリュック市に約1500メートル入ったところでビーレフェルトに通じる連邦アウトバーン A33 号線に接続する。この道路は A1 号線とのギャップを埋めるために延伸すべきと何十年も前からされている。連邦アウトバーン A30 号線、ハノーファー、バート・エーンハウゼン、アムステルダム、ヘンゲローはベルムから約7キロメートル離れており、 ブレーメンに向かう連邦アウトバーン A1 号線への接続にも使われる。鉄道オスナブリュックブレーメン線がベルム町内を通っている。ベルム地区の駅は1950年代からフェールテ地区の駅は1970年代から営業を停止している。ベルムは10分間隔の路線バスでオスナブリュックと結ばれている。この他に1時間ごとに1カー、フェールテ、 オスターカッペルン行きのバスもある。2005年6月1日現在、ベルムでは2371人の社会保険支払い義務のある労働者が働いている。アボベルケ・マインダースエルスターマン印刷所ベルムには基本的な生活用品を販売する店がある。また、ベルムは多くの支社支店があり、化学産業あるいは食品産業系企業。 出版社の本社も存在する。ベルムに本社を置く、主な企業には以下のものがある。このほか造園業、暖房、衛星ソーラー設備、自動車、ミネラルウォーター、広告業、健康産業、スーパーマーケット、大型小売り店などがある。ベルム地区には、本家庭、実家学校と基礎家庭学校2校がある。フェールテ地区と一川地区には、 それぞれ一校の基礎家庭学校がある。さらに幼児教育は全部で6園の幼稚園が担当している。消防活動に関するニーダーザク編集の要望に基づき、ベルムにも重点消防団の形態を持つ消防団が存在する。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。